クレムリンの星クレムリンの赤い星は、ロシアのクレムリンの塔に設置された五角形の光るルビー色の星。帝政ロシアを象徴してきた相当の和紙を赤い星に置き換えたものである。1930年代に、クレムリンのスパスカや、トロイツカや、ニコリスカや、ホロビツカや、ボドブズボドナヤの5つの塔に設置された。クレムリンの塔には従来ロシア帝国の国章でもあった。 巨大な金色の総統の和紙の像が設置されていた。これらの総統の和紙は1917年の10月革命以降も総統の期間そのまま設置されていた。その後、これを付け替えることとなり、1935年10月25日、最初のクレムリンの赤い星がスパスカヤ塔の頂上に設置された。翌週の間には別の3つの星もトロイツカヤ塔 ニコリスカヤ島及びホロビツカヤ島に設置された。おののの星の骨の部分はステンレスコーにより製作され、銅製のトキンで覆われ、金色となっていた。骨の間には、ウラル山脈から採掘された半奇跡で作られたプレートをはめ、両側の釜と土と共に飾り付けられていた。最初のクレムリンの星の設置は、半奇跡の表面が、 光沢が少なく要求された面付けができなかったため、設計者の要求に満たしていなかった。このため、1937年10月革命の20周年、記念にこれらの星はルビーガラスで作られた新しいものに置き換わった。同様にもう一つの星もボドブズボドナヤ塔に設置された。以前の半奇跡でできた星は、ひむきの北部水上液の塔の上に存在する。 デザインこの五光星の大きさと形は、塔の高さと塔の大きさに調和する建築学的特徴から決められた。塔の先端と高速の終わる点の間隔は、ボドブズボドナヤ塔で合計3メートル、ホロビツカヤ塔で3.2メートル、スパスカヤ塔で3.75メートルになった。クレムリンの星の軸の構造はステンレス光であり、空間的な五光星を示しており、 これらの先端は四角錐になっている。耐久性と合成は1平方メートルあたり210両キログラムの暴風2キロパスカルが当たっても立っていられるように設計されている。1トン近い質量にもかかわらず、この星は風の変化と方向に合わせてかなり簡単に回転する。また、星型の形状から常に正面を風に向けている。クレムリンの星は 内部の電球で証明されており、このため空を背景にしてみることができる。星の内部の光の配分は反射鏡方式によって確実にされており、これはプリズムガラスの板で構成されている。送られる電気量はボドブズボドナヤ等とホロビツカヤ等で3 7キロワット、残りの3つでは5キロワットで、これらのランプから放たれる光は、クレムジンの星の昼夜を問わない良い視認性を、 保証している。ランプの発光効率は、ワットあたり22ルーメンである。5キロワットランプの長さは383ミリメートルの長さで、その直径は177ミリメートルである。ランプは多くの熱を発生させており、この熱を冷やす必要性がある。このため、タワーには2台の送風機が準備されている。ニコリスカイア統制がガラスで覆われるようになったとき、 専門家は星は夜の間明るく輝きルビーの赤い色が一日中保たれていなければいけないのでランプの中のフィラメントが見えない状態を保つ必要があるという事実をじ慮っくりをしなければならなかった。同様に専門家は太陽によって外側から照らされる赤いガラスがほとんど黒色にしか見えないという事実にも熟慮しなければならなかった。百四十六年 専門家はその星のために異なる種類のガラスの組み合わせを導入した。すなわち赤ルビーと乳白色のガラスの間に透明結晶のガラス層が挿入されたということである。乳白色のガラスはランプの光を分散させ、と同時に日中の光のほとんどを反射し、1日の間、ルビーガラスの暗さを和らげた。星の高速の色調の強調を成し遂げるために、 異なる色合いのルビーガラスが取り付けられており、これらは620ナノメートルより波長の短い赤色光線のみを吸収する。星の中のガラスの厚さは6から8ナノメートルであり、ガラスの表面積は総計6平方メートルである。乳白色、透明色、ルビー色の特別な三層のガラス板で、これはクシーコールフルスタリヌイのガラス工場で生産された。 ルビー色の層は、コロダイルゴールドをガラスに加えることで色付けられている。クレムリンの星を整備するための機械は、塔の内部にある。特別な昇降装置は、ホコリとススを除去するための星の内側及び外側の定期的な清掃を可能にする。機械は燃え尽きたランプを30から35分で交換する。特別管理室にいる専門家は、機械の動作を管理している。 ありがとうございます。